ライブについて知らなかったな、これ。今日、2日目ですね。2日目が始まります。広島サミットですが、昨日のですね、まとめにちょっと話したいと思います。経済問題、当然ではサミットの趣旨である経済問題について、話がされました。さらにですね、環境とかですね、エネルギー問題も話したんですが、本来は、ノーボーダーの方を含めて追っていこうとしているのが、生成 AI についての取り決めというのを今回サミットで決めるということでしたので、そこについてちょっと話をしたいと思います。ゼレンスキー大統領の訪日が確定したために、ほとんどニュースがぶっ飛んでしまった感があるんですが、実際は大事なのが今回の主要テーマの一つである、生成 AI の、ルール作りですね。で、昨日実はですね、その首脳会談の方で、この生成 AI に関しての取り決めがされました。広島 AI プロセスとして、国際的なルール作りをしていこうということで、年内の取りまとめを、目処にですね、とりあえず関係閣僚級で定期的な会合を開くと、こういうことが決定しております。ただ、AI をめぐっては、特に生成 AI をめぐっては、ヨーロッパはですね、イタリアの先行したような中止もあったんですが、ヨーロッパが、欧州が直前にですね、AI 規制法などでかなり規制を強く打ち出している、特に生成 AI ですね。で、アメリカも一昨日ですか、公聴会の方で、アルトマンが公聴会に呼ばれて、事実上ルール作りを飲ませられたというところが実際のところです。オープン AI の創始者であるアルトマンがかなりタガをはめられたという背景には、やはりこの進化が早すぎると同時に、アメリカの他のですね、企業も含めて全く追いついていないという現状があると思います。こうしている間にもですね、昨日、一昨日ですが、日本でもチャット GPT の GPT プラスウィーンが開放されて、そしてですね、この AI がほとんど一般人の手に渡るということが現実になっています。もともとはですね、11月30日昨年のチャット GPT の出現によって、それまでも GPT はありましたけど、出現によって、多くの人たちが期待があったんですが、その進化が、おそらく各国首脳ともに想像できないようなスピード感でもって、3月の GPT-4、 それから、その後にですね、API のによってインターフェース上のものをくっつけることができるようになったという簡易のもの、さらにはプラグイン、そしてオート GPT ほか、すでに、チャット GPT からさらに GPT がさらに進んで AGI、などの AI もベビー AGI もそうですね、出てきてしまったということで、これはちょっと国際的な規制をせざるを得ないような状況になっているというのが現状だと思います。アメリカの方は、これは免許制にしようという動きがあったんですが、欧州の方はさらに進んで止めようと。ただし、これが実際止められるかというと相当難しいと思います。一方で日本だけがと言っても不思議なことなんですが、日本はかなり、規制に、これは今回は規制緩和の部分では大きくリードしていまして、著作権の問題とかそういう問題の社会的な法整備の問題がまだきちんとなっていない中、この先進7カ国の中では日本がより積極的なポジションにあるというのは、むしろこれまでの AI 後進国というところと、その社会的な認識のみならず知識が追いついてないゆえに、逆にここはリードしてしまったのかなと。よく言うアフリカ携帯理論なのか、そんなような感じもしないでもありません。いずれにしろ、今回のセッションで岸田首相が、何度も言っていたのが、信頼性のある自由な、人間中心の信頼できる AI というね、非常に分かりよそうで分からない抽象的な言葉で、多分分かってないんだろうなという気もするんですが、そうは言いながらも、各省庁ともにですね、それぞれ AI の担当部署の予算をつけて、
特に内閣府官邸の方には AI 戦略会議を設置し、自民党の方でも AI の、PT 座長には平正樹さんですね、とか小林さんとかいろんな、まあ、その AI の専門というする塩崎さんもそうですね、などが入ってですね、まあ、日本もここで取り返す大チャンスだと、こういうような形で一気に動いているというところです。おそらく1年後年内を、ね、待たなくても、まあ、年内のみならず数ヶ月後にはもっと進化の度合いが見えてくるので、そのあたりどういうふうに対応していくのかなというところが、まあ、今回のサミットで決まった、広島 AI プロセス、ここに尽きるのではないかと思います。で今日の、注目点最後に言っておきますと、なんといってもゼレンスキー大統領の来日で、個別に注目点の、中国のインドの、ね、モディ首相が来てるんで、これモディさんとあのブラジルのルーラさん来てるかな、ゼレンスキーが会うとなると、まあまあ世界的なニュースになるのかなという形で、その部分を注目しています。まあ、個別の、ね、バイの会談をしないと思うんですが、まあ、どっかで顔を合わせた場合、どうしても、ね、やはりロシア寄りだと言われているインド、それからブラジルの首脳がゼレンスキーとどういうような対峙をするのかというのが注目点ではないかというふうに思います。またちょっと動きがあったらリポートをしたいと思います。以上、広島サミットの IOC からお伝えしました。はい、サミット2日目、今夜の会合が行われている最中です。ゼレンスキー大統領が到着して、一遍でこの広島サミットの雰囲気が変わりました。ゆったり話していくと、このセッションも、ね、重ねながら、一つ一つゆったり話していくというところから、いきなりですね、当事者が現れたために、対ウクライナの、首相声明もそうですが、このアジア周辺諸国、それから、いわゆる他国の首脳たちもですね、少しちょっと雰囲気が変わった形になっています。でこのメディアセンターの雰囲気も、ちょっとガラッと変わってですね、もう、各社ですね、いろんなところに散らばって、まあ、土曜日ですから夜のリポートというか週明けの、ニュースのリポートなども撮っていると。そしてまた海外の方はこれから、夜が明けてきて、ヨーロッパはもう午前中でしょうが、アメリカの方もこれからどんどん徐々にですね、朝のニュースが入っていくと、こういうことで、少しちょっとこのメディアセンターの方も活況呈したような形になっています。先ほどですね、コミケが発表されました。約 A4 まで40ページの、G7 広島サミット首脳会談のコミケで、まあ、これは後ほどちょっとまた紹介しますが、これはざっとまとめたものということですね。特筆すべきは、まあ、個別声明もそうなんですが、先ほどウクライナの G7 首脳声明とは別に核軍縮に関する広島ビジョン、それからクリーンエネルギー経済アクションプランというものも発表しております。また経済的強靭性及び経済安全保障に関する G7 首脳声明というのも出されていまして、これが今回の G7 の肝だというところだと思われます。特にその経済政策のところにおいては、デジタル領域において新しい進化があるという、いわば、AI 生成 AI の発展などについても、これは別テーマでですね、話されるほど大きな動きがあるという、こういうことであります。この国際的なルールを決めるというところでは、感染症の危機対応医薬品などへの公平なアクセスの広島ビジョンというのがあります。また、ジェンダー主流化の促進、つまり LGBT の Q のですね、問題ですね、今ちょうど国内でも話されている、ここについても、一つのアプローチというものを示したということです。これの部分ではちょっと特筆するところというのは、ちょっとこれ非常に微妙な書き方をしているのですが、
特に女性に対しての支援というものをやっていこうと、これジェンダー的な女性に対する支援をやっていこうということで、全体の首脳たちがここに合意したと、このような形になっています。いずれにしろこのゼレンスキー大統領がですね、今後どうするかというと、岸田首相と一緒に原爆資料館の方に行くという今情報が流れています。まだ確認は取れてませんが、おそらく今日の夜か明日の朝、にやるのではないかと。そしてまた明日でしょうが、ゼレンスキー大統領が演説をするという情報もこの IMC メディアセンターに入っています。ゼレンスキー大統領が演説をするとなると、またサミットの質もだいぶ変わりますし、あるいは原爆資料館というのはおそらく行くと思うんですが、岸田首相と共に行くということで、果たしてそれが実現するかどうかというところも注目を浴びるところです。また先ほどの VTR というか、このリポートで、ライブリポートで話したようにですね、ブラジルのルーラ大統領もそうなんですが、インドのモディ首相、どうもこのゼレンスキーさんと会談をするというところで今調整をしているようです。ゼレンスキー大統領とインドのモディ首相が会談をするというところで今調整に入っているそうです。この首脳会談が実現すると、対ロシアに対しての方針転換というか、まあ、大きな、一つの、まあ、くさびということになるんですが、まあ、基本的には対ロシア、ウクライナから見たら非常に、いいことでしょうが、これロシアからするととてつもない問題が、あると思います。このような形で今ゼレンスキー大統領が午後3時半、15時30分に広島空港に着陸して、そして約30分強ですね、で会場である広島グランドプリンスホテルに到着して、そこから一変したこのサミットの雰囲気があるというところをお伝えしたいと思います。これまで数十回サミット取材をしているんですが、このような形でちょっと緊張感のあるサミットというのは初めてですかね。まあ、大体いつもこの2日目の後半になってくると、だんだん首脳声明とか、そういうのを声明というのもまとまってきて、もうなんかゴールが見えたような形になるんですが、今回のサミットはゴールが見えないというか、明日何が起こるんだろうという、まあ、こんなような形で非常にですね、取材としては面白いと、面白いと言っちゃいけないんでしょうけど、面白い取材、久々に面白い取材だということです。2000年の九州沖縄サミットに初めて行った時にですね、まあ、当然ながら初めてなんで、かなりの緊張感を持ってサミットの取材をしたという記憶があったんですが、今回はそれ以上にですね、この中身の部分で大きな動きがあるということで、このサミット取材の醍醐味というものを味わっているようです、おります。ゼレンスキー大統領を誰が呼んだかということなんですが、これ自分がかなりですね、大統領、ゼレンスキー大統領が日本行きを、かなり要求したということです。3日前までには少なくとも本当に日本政府の方では、リモートでのゼレンスキー大統領の首脳会談参加というところまでしか決めていなかったようです。ところがゼレンスキー側、つまりウクライナ側の方で急転直下、サウジアラビアの、アラブ連盟での首脳会議に参加して、その足でそのまま G7 に飛んできたということで、まあ、一言で言うとうまいなと、外交交渉というかもう見事だというふうに感じざるを得ないですね。まあ、これで一気に一網打尽で、そしてインド、ブラジルの首脳が出ていますから、そういう意味ではロシア囲い込みをたったこの2日間でやってしまったという、まあ、この主連というものに関しては、やはりゼレンスキー政権の中にいるスピンドクターたちの力というのはまだまだ、大きな力を持っているんじゃないか、そして非常にスマートで、見事な、プール、スピンチームではないかと思います。
ゼレンスキー大統領を歓迎しない国というのも、日本もですね、官房長官がちょっと後ろ向きの発言をしたりしてですね、決して歓迎できているわけではないんですね。戦争当事国ですから、その戦いすることによって、その戦っている相手国に対してはもう敵ということになってしまうので、まあ、決して、どの国も積極的ではないと思います。ただし、でも国際世論というか、その方向性が、やはり対ロシア包囲網というところにある以上は、このゼレンスキー大統領の訪日というのは、まあ、とにかく日本にとってというよりも、ゼレンスキー大統領、ウクライナにとっては、めちゃくちゃいい、スピン。そして、岸田総理に関しては、これ外交のやっぱり、まあ、運というのがあるとしたら、外交の運の良さというのは、きっとこの岸田さんにあるんじゃないかなと思います。このサミットはおそらく私が出たこの23年間出ているサミットの中で最も議長が成功裏に終わったサミットの一つじゃないかというふうに後世語り継がれるものになるかもしれません。以上、2日目の広島サミット IMC の、国際メディアセンターからお届けしました。またこの後ちょっと柔らか系で、週末ライブなどをやりたいと思います。それでは。